はい、どうもー、水溜りボンドです。お願いしますね。毎週頑張っていきましょうということで、はい、頑張っていきましょう。まあ、こっちはサブチャンネルなんですけども、はい、ちょっと今日ね、すごいイベントに呼んでいただいて、ついにって感じだね。うん、今でね、はい、画面に向かった立場、これトミーで、僕もやってるんですけど、まあ、あの、画面が出てるのがトミーの画面です。そうそう、で、僕の画面がこちら。はい、トミー何レベル？21。年じゃん。年もっと高い。年ぐらいじゃん。35になりました。いいじゃん、年じゃん。いや、老けてんな。セイキンさんよりいますとね。夢みたいだよね、なんか、うん、本当に今から戦うぞっていう気持ちがある。感じあるよね。結構やり込みましたよ。へえー、武器とかもトミーのちょっと剣振ってよ。そのなんか、あれでしょ、ナイフみたいなやつでしょ、包丁みたいなやつでしょ、うん、俺のこれよ。長っ。長いんだよ。すげえ。これこれ、うん、強くなったんだよ俺。いいね。そこそこはね、役立てるような気がするんだよね。すげえすげえ。そうそうそう、もうこれもできるしね。見た今。見てない。見てて、うん、これできるしね。すごっ。お前もできるんだけどね、これは。俺もできる。こっちの音も入れってなってし、確かに確かに。始まってね。え？俺死んでんだけど。やばいやばいやばい。え？俺殺されてる。俺も死んだ。ちょ、落ち、もう、は、行こう。暗くなったんだ。あ、え？あの、ヒカキンさん軍団のとこ行きます。あ、やばい、近づきた。え、バカ強いんだけど。え、無理じゃない。怖っ。コアややこしいな。コアで今更言う。コアなのか、コアなのか、ややこしい。あ、死んだわ。セイキンさん、もう弱いのにさ、近くに行かないと攻撃できないせいでさ、あー、もう一瞬で殺された。お前弱。一瞬で殺された。お前の画面見るの誰が得するんだよってぐらい。確かにそうじゃん。この映像しか撮れてないんだから。どうしたらいい。安全に戦況を見よ、見せよ。でもさ、そんなこと言ってもさ、言ったらもう戦場だからさ、一撃で殺されちゃうんだけど。そう、あんま狙われやすいしな、なんか。あ、画面やばいやばいやばい。内藤さんいた、内藤さんいた。させさせ。よし、内藤さんの決闘。あっちも言ってるな。あ、内藤さんめっちゃ弱いぞ。よっしゃ、倒した。内藤さん倒した。内藤さんの一撃6しか食らわなかった。バカ負けしてんじゃん。もう入った瞬間に殺されるんだけど。みんな強いな。よし、はじめさんいるんじゃないか、こっち。お、でかい人いるじゃん。セイキンさんいた。セイキンさんと初めて一緒に戦える。うわ、ヒカキンさんとセイキンさんが戦ってる。加勢する。ケンさん、よしよし。いや、歩くの早っ。危ねえ。いや、早っ早っ。いや、またセイキンさんデジャブだよ、デジャブ。惜しい。ユミナさん攻撃しよう。はじめさんいた、はじめさんいた。いや、バカみたいに攻撃力強いな。あ、一瞬じゃん。お、はじめさんいた。近づくな、危ないから。違った違ったのかい。内藤さん深で追ってる、深で追ってる。あと一撃、あと一撃。やられてる。え、ダメージ受けないぞ。ほら、てかなんか俺らのさ、0-0になってる。俺らは今の流れがいいから、その調子で同じ動きをしてもらえれば。あ、やべ、やべ、セイキンさんがちょっと、あの、ほんとだ。なんか見てみて、俺らのみんなね、ここにいるの。ゼロパンチです。やばい、すごいやばい。え、もし僕が勝利の人だったなと思います。はじめさんが勝った。観察されすぎ、絶対。早かった、もう。
ということで、まあ、はい、あの画面がね、ちょっと直撮りのとこも多分入っちゃってると思うんですけど、うん、じゃないとずっと死んでるから、うん、楽しかったよね、うん、はい、ということでぜひやってみてください。3本目ですね、これ。そうだね、うん、で、いろいろとこのキャラクターが戦うまでの過程とかもあるんで、はい、ぜひそちらも見てください。はいはい、で、ぜひね、楽しんで遊んでみてください。はい、はい、ということで、以上、今日の水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日、ありがとうございました。